はい。あ、いた。いた。取った。よっしゃ。え、嘘でしょ。ふざけんなよ。バカ、ほら、来ちゃった。早く、捕まえて、早く。よっしゃ、一匹確保。マジ、触りたくねえ。アイケー、来た。これじゃあ、これ、コオロギ逃げないよね。よし。ちょっと、暑くて死にそうなんだけど、さっき取った虫をね、調理しますね。で、あ、お皿一個忘れたわ。お皿一個いいですか？ケンゴ、余ってる皿ある？若干熱中症の可能性がありますけど、まあまあ、よし、ついに行って、目いった。捕まえた虫ちゃんたちをやっとここで調理したいと思います。ちょっと待って、やばい。あのね、多分伝わんないけど、気失いそうなほど暑いです。まだ生きてるからどうしようかな。とりあえずセミから行こうか。ちょっと待ってね。よし、ちょっと待って、これで多分一回死んだんで、あの捕まえたセミを食べます。あ、焼きます。これちょっとまだ生きてるけども、焼きましょう。熱っ。あ、すぐ焼けるね。あ、ちょっと目が痛い。あ、目が痛い。すぐに焼けます、多分。ほら、取れてるこれ。あ、羽がすぐ焦げちゃうから。ちょっとあれだけど、ちょっと待って。はい、もう完全に死んでるから。これ焼いて、あ、もう羽焦げちゃうわ。ダメだ。いい感じで腹を焼きます。熱い。ちょっと羽は無理だ、これちょっと火力が強すぎてね、あの羽は無理ですね。羽も全然食べれるんだけど、今日は素揚げじゃなくて油が用意できなかったから焼いて食べるんで、これ一旦焼けたということでこう置いときますね。よし、伝わるから、まあ、拡大しとこう。で、次コオロギをいきます。よし、捕まえた。今度はこの子焼きます。いきます。よっ、ね、きれいに焼かなきゃね。直火の方がいいのかな。ちょっと直火でいってみようか。これこの辺りでね、こっちの方が手っ取り早かったかもしれない。見えてる？多分こっちの方がいい感じだわ。もう俺も火傷しそうなレベル、この距離で。本当に熱い。マジでやばい。コオロギ OK です。で、最後。これバッタ食えんのかな、そもそも。調べとこうと思ったけど、調べてないわ。よっ、これが最後のこれですね。色が変わってくる。ほら、緑から黄色に焼けてる証拠かな。いい感じで、やっぱ直火の方がいいかもね。色がほら変わったの分かる？少し。さっきすごい緑だった。なんか蒸発してるぞ、体の水分が。なんかチュクチュクって。
殺したからには責任持って食わなあかんからね。これいいかな。こんな感じで来ました。はい、熱い。日陰日陰、この子たち塩かなんかで食べますわ。顔が死にそうなほど熱い。これほら、セミ、バッタコオロギ。あ、刺身でもう食ったんだ、うん、いいな。え、セミ、バッタ、うん、バッタもうほとんど足、うん、バッタから食べようか。食べたことあるやつから食べようかな。セミはいっぱい食べたことあるけど、でも自分で捕まえたのを、あ、これ俺があのシュッてノールックで捕まえたセミか、あの子だ。自分で捕まえたのを食べるのは本当初めてですね。お店で食べた時だいぶ美味しかったけど、いくな。うわぁ、美味しい美味しい嘘だと思ってるでしょ。じゃあ本当に今本当に美味しい。セミ美味しいの知ってたけど、自分で調理しても美味しいんだ。あ、びっくり。 そちらはどなたですか。これはほら、あのコオロギよ。これ一番最初に捕まえたやつで、これはバッタだけ多分一番火取ってないのコオロギ。コオロギって俺食べたっけな。美味しいんだな。一応さ、それ今2切れある、ドラゴンフルーツ。 あ、どっちか1つ一応残してて。ああ、どっちがいい。ドラゴンフルーツがいい。ああ、ちょうどコオロギ、捕まえたコオロギ食べれるってなかなかないよね。いただきます。サバイバルできるな、お前。うん、どうやった？わかりやすいのは顔。ちょっと臭いな、ちょっとだけ臭いな。なんか草みたいな、草みたいな臭さ。うん、バッタこれ一番心配ね。一番火が通ってないのよ、まだ色が残ってるから。でも命バッタからには食うしかないからさ。この子ちょっと全部塩だね。あのね、火取ってないからかもしれないけど、緑のバッタは何まずい、臭い、臭いってか目涙目になってるお前。え、涙目になってる。ほら、煙で入ってる。煙で。でも命を奪ったわけだからね。この子の分も感謝して、うん、生きなきゃね。完全に俺らのレゴで奪ったぞって。危ねえ。なるほど、吐くレベルでまずいわ。火取って、火取ってないからかもしれないけど、危ねえ。俺鼻悪いのよ。鼻いい人食べたらやばいかもしれないこれ。でも捕まえたの食うって経験は初めてだから。まあね。うん。あ、俺結構食ったよそれ。みじのこちゃん食べればいっぱい。お刺身、お腹いっぱいなの？オッケー。なんか今回奄美来てずっとやりたいと思ってたことがいろんなこと叶えてる。捕まえて自分で調理して虫食べたいっていうのもそうだし、え、これって一応、あ、これって一応バーベキューみたいなもんなの？これバーベキューなの？これって、まあ、だとしたら多分俺人生初バーベキューでしょこれは。え、本当にやったことないよ。結果セミだけ、あの、美味しかったの。セミだけだね、美味しかったのはね。セミ以外はもういいかなって。そう、コオロギ食べて思い出した。俺店で食った時に、あ、もうこれはもう二度と食わなくていい味だなって思ったの。思い出した、食ってからその味で。緑のバッタは多分二度と食わないわ人生で。揚げたら、揚げたらね、いけるかもね。いや、本当ありがとうございました。いろいろと、何から何まで。あれ全然食われないな。ちょっとしばらく待ってきます。あ、来た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 。
あ、2匹釣れた。え、マジ？うん、アツシは釣れないだろうけど、俺は釣れるからさ。大きい、やったー。うわ、すげー、来た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 。これこれ、やセミの汚名返上。なんでだろう。邪念が混ざってんだお前。あれ、ちょっと待って、待って、すごいの来てる。起きた。ちょっと石跳ねさせるやつ勝負します。平たいやつでね。虫取りは俺が今1勝0敗なんで、ワンチャンスね、ワンチャンスね。1個見つけたやつそれ投げなきゃダメ。うん、平べったいのがいいな。ないね、なかなか。もういいや、俺ハンデ何もいい、これでいいや。何がハンデや、絶対ダメだこれ。よっしゃ、俺も決めた、行こう。いいよ、あ、これやっぱりいいよ。言語さんからやる？俺から？いいよ、あっちに向かってね。いいよ、行きます。そんなとこからでいいよ。いいよ、はい、1回、え、2回、3回ね、1、2、3回ね。あー、3回ね。ちょっと上から投げすぎたな。もうダメだよ、一発勝負だからね。行くよ、俺行くよ。後出しずるいな。行きます、1、2。あれしょぼ。あれなんでしょぼ。1、2としょぼ。てかお二人ともしょぼいな。3。え、なんでなんでこんな行かないの。なんかさ、お前一発勝一発勝負って言っときながらお前何回投げてんだよ。うるせえ。全然いかねえ。いかないね。キレが悪いの。ああ、どこまで、じゃあどこまで投げるか。今見た。見てない。見たよね。で最後じゃあどこまで投げるか勝負しよう。今カメラは捉えてたよ。でどこまで投げるか勝負しよう。早い、俺からいくよ。ああ、あの辺、はい、いいよ、俺覚えてるから。何投げた。早く、はい、俺の勝ちじゃね、同じぐらいじゃね、わかんねえ、後で見返してみよう。ちょっとわかんない。